はい、かもほらチャンネルでございます。マシューさん YouTube 休止と都知事選ポスターについてというね、動画なんですけども、昨日かな、マシューさんの、YouTube のコミュニティというところで、YouTube をね、動画の投稿を休止しますっていう風な結構長文で、マシューさんがね、書かれていました。で、それを見て、まあすぐね、僕マシューさんに連絡取って、どうしたんという話をまあ聞いて、で、まあ内容をね、ある程度詳しく聞いたんですけども、まあその内容っていうのは、この動画では言うことはありませんと。で、昨日今日にかけて、マシューさん大丈夫なんですかねとか、かもほらさん、なんか聞いてますかとかね。マシューさんのファンの方からも、僕の方にね、電話とかいろいろいただいてるんですけども、伝言ゲームみたいになったらいけないので、僕の口からはね、その、休止の理由とかっていうのは、第三者には一切言っておりませんので、マシューさんのことが心配とか、気になってるとかいう方っていうのは、どうぞご本人に、直接、何らかの方法でちょっと連絡を取っていただいて、それでね、直接、まあ、聞くというのが、まあいいんじゃないのかなと思います。やっぱりね、こうらしいですよ、ああらしいですよっていうふうに、まあ、人から人にね、話が伝わっていくと、人の受け取り方とか、受け取らせ方とかによって、話がね、ちょっとずつ変わっていって、5人、10人、15人、20人ってなった時には、全然違う話になってるっていうのは、まあ、あるあるなんですよね。なので、まあ、そういうのをね、防ぐためにも、いつも僕が言ってるように、気になるのであれば、一次ソースに触れましょうと。まあ、今回で言うと、一次ソースというのは、まあ、マシューさんご本人なわけですね。ただ、これ、注意しておかなければいけないのは、誰かになしに、ね、マシューさんがその理由っていうのを詳しく教えてくれるかどうかは知りません。それまでの人間関係であったり、信頼関係であったり、いろいろなものによって、ふわっとごまかされる人もいれば、詳しく教えてくれる人もいると思います。それは、仕方がないと思っておいてください。なので、そのあたりの線引きもね、僕は勝手にできないので、僕に聞かれても教えません。一切。なので、直接マシューさんに打診をしてくださいという話でございます。で、話は変わりますけども、まあ、立花さんがね、東京都知事選に、30人、候補者を立候補予定で、そのポスターをね、一つの掲示板あたり30枚のポスターを貼る権利を、権利というかまあ、その権利を、NHK から国民を守る党に寄付、1万円の寄付をしてくれた人を中心に選ぶと。まあ、これちょっとややこしいんですけど、売るっていう話じゃないんですよね。そのポスターを貼る権利を1万円で売るという話ではなくて、NHK 党に1万円の寄付をしてくれた人を対象に、東京都のね、掲示板に、一つの掲示板あたり、30枚ポスター貼ってくれていいよと。ね。そういう話なんですね。これね、僕結構一発目から、あ、これ俺やりたいなってちょっと思ったんですよね。まあ、かもほらチャンネルの、ロゴのポスターを30枚並べてもいいだろうし、なんか立花さんに聞いてみたら、別に全く同じポスターのデザインを、30枚じゃなくてもいいんだよと。30通りの、内容でもいいんだよということだったので、まあ多分30通りの内容ってなると、まあそこまでちょっとネタが持たんかなっていうのもあるし、あとね、前にあった、1枚あたり大きい文字にして、NHK をぶっ壊すみたいな感じで、一文字につき1枚みたいなのも、結局ね、ダメらしいんですよね。なんで、まあ、全く同じデザインの30枚とかもまあ、おもろいんかなとかもちょっとね、まあ考えてはいるんですけど、まあ内容についてはね、ポスターをね、作ってくれる人もおりますし、印刷してくれる方もまあいらっしゃるので、まあそれはあれかな、どうなるんだろう。ネット選挙株式会社を使いましょうっていう話になるんかな。ちょっとそのあたりは詳しくね、僕も聞いてないんですけど、まあ、言われるがままにね、やっていこうかなと思うんですけど、安くないですか皆さん。1万円で、東京都の、ね、まあ場所は、まあ、全然俺土地勘とかないんで、どこでもいいんですけど、ぶっちゃけ。目立とうが目立ちまいが、目立とうが目立った、わからんけど、少々ね、外れにある掲示板でもいいと思うんですよ。東京都、花の都大東京に、自分のなんか、ポスター、チャンネル名のポスター貼ってくれてるみたいな、QR コード貼ってくれてるみたいな、それで特段ね、チャンネル登録者が増えようが増えまいが、別にどっちでもいいんです。なんかそれおもろくないですか？なんか都知事選ジャックするっていうのに、一枚俺も噛んだぜみたいな、それ結構思い出にもなるんちゃうかなっていうか、結構おもろくないですかそれ。っていう感じで、まあ、どういう風なポスターにするのか、全部ね、迷彩柄の、カモフラチャンネルのポスターにするのか、まあ、そのあたりはね、うん、大津愛川ぶっ壊すとか多分、個人を、攻撃するようなのは良くないみたいなことを立花さん言ってたんですかね。NHK をぶっ壊すっていう企業は大丈夫やけど、個人名を、大津愛川マッサージとか、でそういうのは多分、のどぐろはいいんかな。のどぐろ専門店とかね。どうなの営業はあかんってやったんかな。どうなんでしょうね。まあ、大津愛川をぶっ壊すは多分ダメやね。名誉毀損になると思うんで。のどぐろとか、まあ、そのあたり OK かな。他力本願寺住職とかね。まあ、そのあたり、設立とかね。2024年他力本願寺設立初代住職大津愛川とかね。まあ、そのあたりやったらまあ、同姓同名の人の話ですよとか言うたらね、まあいいんだろうけど、ちょっとこれおもろいんちゃうかな。まあそういうのをね、ちょっといろいろ考えて。で、まあ僕がね、直接その30枚を貼りに行くのか、誰かにね、それこそ30枚貼り賃1万円支払って貼ってもらうのか、それはちょっとね、その時の仕事の都合によって、にしようかなとは思うんですけども、それ面白くないですか結構。もう結構夢があるっていうか、なんか、立花さんはやっぱおもろいこと考えるなっていうふうに僕は思いましたけどね。なんで、まあ、YouTube やってるやってないとか関係なくね、全然いいと思いますよ。犬が好きな人はね、犬大好き、殺処分反対とかいうポスターを自分でデザインして、ね、1万円でそれが30枚貼れるっていうんだったら、なんかちょっとこう、社会に、自分の訴えをね、別に立候補したわけちゃうけど、アピールできたみたいなね、自己満足にもなるだろうし、うん。それはちょっとおもろいんちゃうかなと思うけどね。まあそんな感じで、はい。僕が張りに行けない場合は、バイトを、雇おうと思います。募集します。はい。30箇所貼ってもらって1万円にしようかな。はい。以上です。徳島市より NHK をぶっ壊す。NHK の実業を支払わなければならない。